休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。やってたら強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よし、ちょっと食べ物を探してこようかな。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし。お母さん元気かな。お父さん知ってるの？そりゃもう一緒に冒険したこともありますから。へえ。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話は聞いてるでしょ。別に聞いて。当然聞いてますよね。どうしてここに。そうだった、いけない。ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。この辺りは新鮮な食材が多いので集めに来たんですよ。そんなわけで僕は食材集めに戻りますね。もう、僕もお腹空いてきちゃった。お母さんに何を作ってもらおうかな。やっぱり肉まんかな。うわー、やめろ。しないぞ。やったー。やったー。
だなんて。またいつか出会うかもしれない。用心しなきゃ。お父さんやピッコロさんみたいに強くなって、お母さんやみんなを守るから。